このチャンネルはね、部落探訪動画はね、全部消されてしまったんだけども、ただね、なんか残ってる動画もあるんですよね。例えばこのね、町田相模原の部落4箇所全開設っていうのがあって、こういう部落のね、特定方法だとか、あとなんか部落の名字解説したような動画っていうのはね、消されてないんですよね。だからあくまでね、探訪がダメっていうことで、多分ね、部落のこういう歴史とか、まあ場所とか、そういうの解説系の動画はやっぱりこう、一応教育目的ということでいいのかなというふうに思うので、まあこれね、やろうかなと思ってるんですよ。まあ、それはそれとして、このさっきのね、この町田相模原の部落4箇所解説っていう動画にね、こんなコメントついてたんですよ。読みますね。下村出身前田と申します。動画の墓地にも先祖代々の墓があります。白山神社のあった家も親戚の家です。この動画を見て、うちの家系が部落だったことを知りました。なんだかすごく嫌な気持ちになってます。動画消すわけにはいきませんでしょうか。結論から言うとですね、消すわけにはいきませんですね。はい。下村っていうのは、町田市の本町田っていうところにあるね、今下地区って言われてるところですね。そこは昔下村っていう部落だったんですね。前田と申します。前田、多分ね、親戚の家がってことなんで、まあそこで次週の場合は、まあかなりの確率で部落っていうことになるかと思います。もう解放ドメインなんか、東京都連なんかのね、解放ドメインほとんどインチキなんだけども、このね、前田さんは多分、かなり高確率で、ガチ、その調理の家系じゃないかと思うんですよね、先祖をたどっていくと。で、まあ、それはそれとしてですね、嫌な気持ちになるっていうのが、ちょっとね、それがですね、わからないっていうか、まあ、わかるんですけどね、なんでね、嫌な気持ちになるのかっていうと、それは部落に対して悪いイメージっていうのが、まあ、公的な団体だとか、まあ、政府によって流されてるからです。だから僕、答えたんですね。洗脳から解かれてください。部落に対して悪いイメージを広めている部落解放同盟、法務省、裁判所に抗議すべきですということなんです。まあ、教育の場とかでも、まあ、部落に関していいことなんて何にも教えてないわけです。まあ、部落に住んだら不利益を受ける。部落に住むとろくなことがない。そういうふうに教えてるわけですからね。まあ、そのあたりは難しい問題で、そういうふうに言ってしまうと、なんか部落に住むっていうことは悪いことのようになってしまう。まあ、そういう議論って昔からあったんだけども、でもなんかもう最近でも吹っ切れちゃいましたよね。もうとにかくね、部落の地名を出させないっていう、もう目的、結論ありきで、まあそういうことになると、もう部落の地名っていうのはそこに住んでる人のプライバシーで、で、そこに住むと、まあ差別される、不利益を被る、なんか部落に生まれてというか、まあ部落に住んで、そこが本籍地になったり住所地になると、不利益を被るからっていうことを、もうもはやね、裁判所もなんかそういうふうに言ってはばからない状態になってるし、まあもうそういうことの弊害とか、もうそういうの関係ないんでしょうね。だってね、先に議論が封じられてる状態で議論してるんだから、じゃあそれに対しておかしいっていうことももう誰も言えなくなっちゃってるわけです。だからもう完全にこの部落に関係する議論っていうのを麻痺してるんで、言ってみれば、仮処分っていう制度自体もおかしいですよね。裁判がね、終わる前に使われちゃったら困るから、その金銭を差し押さえるっていうのは、それは差し押さえの、まあね、理由としてわかるんだけど、こういうこと、言論に関わる問題で、最初になんか禁止の仮処分かけるって僕おかしいと思いますよ。議論を抑えた上で、是非を議論するわけでしょ？じゃあもうそれ、最初から結論ありきじゃないですかって。一度ね、出版禁止をして、まあ後で回復できる。まあ一度流れてしまった情報は、まあもう回復できないから、じゃあ先に押さえとこうっていう考えなんだけども、だけど議論を封じた状態でね、自由に議論できない状態で結論を出してしまったら、それもそれで回復不可能ですからね。だから僕はこの出版禁止の仮処分っていうこと自体は僕おかしいと思ってますからね。
まあ、で具体的にね、その名誉権が侵害されたっていう話じゃなくて、まあ人格権っていう話になってるけども、まあ裁判の中でボン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 ね、言ってもないような話を出して、それでその結論が出てるような状態なんでね。まあとにかくその嫌な気持ちになるっていうのは、まあ動画が原因じゃないわけです。やっぱりその教育だとか、まああるいはそのまあ行政だとか解放同盟が悪いんだと思いますよ。部落に対して悪いことばっかり教えてるんですからね。で、なおかつ、その、部落を使って、まあ、金儲けだとかね、犯罪に利用してるわけですから、事実として。うん、そういう時点があるわけですから、これはファクトとしてね。まあ、それは、部落に対していいイメージは持たないし、じゃあ、その、まあ、ね、町田で部落って言ってもパッとしないし、まあ、本町田の下村って言っても別に童話事業やったわけじゃないし、今はとてもなんか差別が残ってるっていうふうには見えないんだけども、まあ、それでも、じゃあ、その歴史的な事実っていうのを出されると、まあ、その大阪とかね、京都とかでおかしなことやってる連中、で、なんか、まあ、県外からね、東京都の外からわ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 らやってきて、東京都内でなんかブラック解放同盟東京連合会とか言って、まあ、役所にたかってるような連中と、まあ、同じように見られるっていうのが、それで嫌な気持ちになるっていうのは、それはわかると思うんだけども、だけどそれは動画を消したからって解決される問題じゃないでしょ。そこじゃないでしょ。まあ、ブラック解放同盟東京都連、まあ、そのあたりをもう解放同盟東京都連をもう東京都相手にしない、もう法務省も相手にしないっていう、まあ、そういうふうにしないと解決しないし、まあね、政府与党もですね、この部落に関して、その、まあこうやってね、まあ悪いイメージを抱かせることばっかりやるのはやめて、もっといいことを教えればいいのに、何もいいことを教えないんですよね。まあ事実として、おそらくですね、この前田さんの先祖は長吏だったんじゃないかと思うんだけども、それって別に悪いことじゃないんですよね。今の職業で言えば、その、まあ、警察とかね、刑務官とか司法関係の、まあ、そういう仕事に該当するんでしょうね。東京の場合は。まあ、地域によって違うんですよ。でも、東京の場合、この白山神社のある、下村っていうのは、おそらくは断罪者配下だったんで、おそらくは、その、まあ、その、刑罰に関わるような役目をしてたんだと思います。だから、今でもある仕事なんです、警察官とか。特に刑務官なんか今、ほとんど、事実上世襲って言われてますからね。だから、まあ、それだけの話なんで、別に何も悪いことでもないし、例えば、まあ、僕はね、よくこういうふうなことを言われてですよ。うん。まあ、実は静岡探訪した時もね、地元の人から言われたわけですよ。そのなんかもう、ネタを起こすなでね、もう歴史を隠そうとしてると。で、それでやっぱ地元の方がポロッと言ったのは、やっぱ教育が悪いと。その、やっぱその、部落に関して、もう事実を教えてないし、悪いことばっかし教えてると。まあ、その部落関係の、じゃあ、その教育を受けたからって、じゃあ、その部落住民、まあ、部落にルーツを持つ人に、いい印象を持たせるような、そんな授業やってないんですよね。まあ、言ってみれば、その、なんていうのかな、その、なんかこう、なんて言うんだろう。まあ、とにかくこう、特別の、ちょっとこう、なんか、こう、近寄りがたいというか、まあ、なんか、まあ、本当被差別民というか、あまり触れてはいけない人たちみたいな、なんか、結局そういうイメージを本音では抱かせてしまうような、そういう教育をやってると思うんですね。うん、一方でですよ、忍者ってあるでしょ、忍者。うん、僕は忍者は被差別民だったと思いますよ。だってやってることがね、まあ、いかに、いやしい仕事じゃないですか、八師って、スパイとか暗殺とか。まあ、カテゴリーとしては武士になるんだけど、まあ、最下級ですよね。で、まあ、忍者と似たようなものに、最下衆っていうのがあるんだけど、実際最下衆の末裔で、その、部落ありますからね、三重県にね。うん、なので、うん、でも、最下級とか、その、忍者について、それに対して別にそんな悪いイメージって抱かれないでしょ、うん、忍者の末裔だって言ったらむしろかっこいいみたいなイメージがあるのに、じゃあなんで自分の先祖が、その、断罪門の配下の長吏だったってことになると、なんでこういうことになるのかっていうと、それはやっぱり、その、今のね、まあ、教育が悪いっていうことに尽きるのかな。うん。やっぱり公的な教育が、事実を教えてない。とにかくその、なんていうか、名古屋とか、
ね、大阪とか京都なんかのなんか都市スラムなんかと混同させるような教育をしてるんで、本当はあれですよ。忍者なんかと同じようなもんなんですよ。だから、この、下村出身の前田さんは、なんか自分はね、その、長吏の子孫って、その、部落っていうね、そういう悪いイメージで抱くんじゃなくて、これは、まあ、言ってみればもう忍者の末裔みたいな、まあ、そういうふうな捉え方をしたらいいんじゃないかと思います。ということで、今日はね、ちょっと、その、部落の解説について、ちょっとね、気になるコメントがあったので、それに対して、まあ、返信動画ということでお話しいたしました。